いよいよ筑波山頂。今日はね山を登ろうと思ってたんですけど、ちょっとそれを雨降りそうだったんで、皆さんね、どこに行ってももうコロナのあれでもう行かない方がいいんですけど、どこに行っても窓を開けます。だから絶対厚着してください。もう真冬の格好できるぐらいジャンパー持っていかないと、いざという時窓を開けて走るんで必ず寒くなるんで、もう風を当たると体力取られます。必ず風を当たると体力取られるんで、風が当たっても大丈夫なような格好してください。まあ、バイク乗ってる人は分かるんですけど、風が当たって体温取られるだけでものすごく 体力取られます。で体力取られると免疫力も下がるんで、体力満々の時の方が免疫力いいのは誰でも分かりますよね。なのでちょっとマスクちっちゃいんですよ、娘のなんで。マスクちっちゃいよ。まあ、今から山頂で瞑想してきます。東の姿を並び寄せ、優雅な山の姿は朝が夕なにその色彩を変え、四方とも呼ばれております。西の富士、東の筑波ですから、東の峰からなる筑波山は標高877メートルですが、関東一面どこからでも、清六屋の社長は昔はね、西の関東の大関って言って俺のことそうやってあげてくれたんだよ。今遊んでもくんねえけど偉くなっちゃって、あれ清六ちゃん。この間久しぶりにお茶飲んだけど、お電話だ。じゃあどうも。